FM 富士、ガールズガールズガールズフライングハイ、アップアップガールズかっこ2期、ニノストーキー !FM 富士をお聞きの皆様、こんばんは、私たち、ニキちゃんでーす高萩千夏です梶島あいよですニークラーミですアップアップガールズかっこ2期、ニノストーキング、今夜が53回目の放送となりまーすイェーイーいということで、このニノストーキング、 2年目で卒業しましたーー。スカルパ。はい、初回の放送がですね、Why、えー、<laughs> ね、2023年の7月の6日から始まりましたので、そうだったんですね。1, 1 2年目。え、待って。に入りました。1年終了。1年終わった,あた。ありがとうございました。ありがとうございました。やるすごいね、記念だ。じゃあ今日は。ね。うん。 なんかいろいろ喋ったな。ね、なんかさ、エピソードトークができる機会ってさ、こう定期的にあるとなんか思い出が濃くなるね。確かに刻まれた一一年間すごい覚えてるいろんなこと。このラジオのおかげだと思う。確かにありがとうございます。あれそのおかげです。嬉しいね。嬉しい。振り返る時間があるって。そう。めっちゃ思う。いいね。日記つけたらみた。い確かに。かわいい。本当に。 聞いててくれてる皆さんもいつもメッうほんとみんなのおかげでこう1年迎えられてますから、うん、ほんとね、うん、これからも頼りとか頼りにしてます。ということで最近のニキちゃんはですね、はい、えー「アットジャムミーツオールナイト」に呼んでいただきましてですねわーお佐々木ほのかがついにオールナイトデビューしました。 ふわっとさせて言っていいよもうさ佐々木のさあの格好がさガチパジャマあと得点会をねパジャマでやらせていただくっていう企画をねオールナイトでやらせてもらったんですよねすごかったみんなね可愛いいパジャマを用意して行ったんですよで楽屋入ったら佐々木ほのかが 気合入れすぎてガチモンのパジャマで着てて真っ白な T シャツにね <laughs> ボッとしたズボン「<laughs> えこれパジャマ?」っつったら「これでいきます!」みたいな。 <laughs> なんかみんなね <laughs> 気合入れてきちゃってるからさジ、うん、<laughs> か逆に気合入れる人いるんだ <laughs> みたいな楽しかったうちなんか絶対さ「うん、お前こんなの着ねえやろ」ってこう思われるだろうなっていうパジャマで行ったのよでも着てるでしょ実際実際は本当は T シャツ1枚でペロンって過ごしてることが多くて、うん、え可愛い,いの着るでしょでも <laughs> あの友達とかが着たら可愛い,いの着るけどなんで友達着て可愛いの着る <laughs> れ <laughs> あのお下品な話になっちゃうかもしれないけど私ズボンを履かないのよ暑、うん、くて、うん、だからささすがに履かなきゃいけないじゃんズボンないのよあのそのダボットズボンみたいなゆるっとズボン持ってなくてうん、うん、そうするとこうセットでなってるしっかりしたこう誕生日にもらったやつとか使うんだけどねえだからね ちょっと恥ずかしかったのなんならあの可愛くしてきちゃって鹿島みたいな思われるんかなとか思ってたからさいやーほうちゃん見てうわもうかっこいいよこうできたらみたいな <laughs> えうちのそれがよかったどっち,どっちえっとねあ<ー>、うん、えでもちなっちゃんはさ ちょっ確かになんかそこに夢を持っているファンとしての気持ちがあります <laughs>、うん、えちなっちゃんってゆるとかまあそっか花柄とか着てるかなって思ってる人いると思うよ、ね。なんか多分私のファンの人は、うん、そんなん着てったらもう、うん、多分特典会並んでくれない人多そう。<laughs> でもあるかもしれないね。ね えー、ちなっちゃんみたいな感じで。期待すんなよ。ない <laughs> ですよ、彼らの期待し、でも、期待しプライベートで、うん、そんな可愛いパジャマ着るわけないじゃん。ないですよ、よ、というの。着 <laughs> てます。本当はもう、て私に夢をつけないでください。着 <laughs> てます。もう、本当は。<laughs> じゃ、じゃあ、うちが着てます。逆に、ね、<laughs> みんなうちに夢もっと抱いてください。<laughs> 私は独占会で家事孤立も来てないよねって言われてましたけども。本当に来てないけど。<laughs> そ,んかかそんなこと言われたことないけど。<laughs> ちょっと家事のあの人失礼だぞ。<laughs> バレちゃってさ。バレちゃって。もうめっちゃ嘘ついてる。これ毎日来てるよって言ったら、ふふでフ,ーフーとか言われて。ごめんなさいみんな。夢を持ってもらえる女になりますね。 アミちゃんんはどんなの切ったのっけ私はメンバーカラーのオレンジに合わせて。えらい。オレンジのパジャマにオレンジ、みかんの柄が書いてある。かわいい。すごいオレンジまみれなパジャマをゲットしました。うんえー、えらい。これが一番100点なのえ、でも、いや、うちもちゃんとピンクで探したの。でも、<laughs> あの、予算以内に入るのがあんまなくて。あっても、絶対これネットで買ったら危ないみたいな見た目サイズとかもありますからね。そうそうそう。うん、怪しくて買えなかった。うん 私結構なんかお買い得品探すの得意かもしれない,っい上手だったしうち最初に聞いたもんね「え払えんの?」って <laughs> <laughs> 絶対足りないでしょ」って自腹って言っちゃったもん <laughs> そのギリギリを責めてそれも私が買ったのはなんかただのパジャマじゃなくてこうパジャマの上と下の、まあ、短めのズボンと長めのズボンとこう頭につけるやつとアイマスクととかいろいろセットになってやばい、ね、外の,あの収納袋までついてなんとこの価格っていう。い それさえどうぞいやアマゾンですわアマゾンすごいえー、すごーいい買い物をしてしまいましたいっぱい話したいことあるんですけど、はい、今日はここまで、はい、それでは一曲お届けしますえちょっといいですか、うん、はい私今日誕生日なんで,ー <laughs> なんであの私の好きな曲を流させていただくことになりましたので私が大好きな愛子さんのアルバムの中からもうずっと好きなんです中学生の頃からお シャッター改めましてこんばんは「アップアップガールズ」2期の高萩千夏です。はじしまやです。にくらあみです。さて本日7月4日は何の日でしょうか <laughs> 今日はですね。おめでとうございますハッブースデイトゥユーハッブースデございますおめでとうございますということは誕生日。 あ最後の、誕生日という日の、最後のお仕事です。わ、はい、ーあとちょっとね今日終わっちゃうもんねう締めですよ、ね、誕生日締めだ。はい、これが。うわーちょっとね齢一緒に過ごしてくれてありがとうありがとうあ嬉しいです,すいません、この先抜メンバーで。年齢で非公開だと思うんですけど、はい、何歳になったんですかえ、この間、うん、あのー、 イベントの時に、はい、年いくつですかってみんな聞かれたじゃん、うん、はい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 あそうその時にちゃんと元気に「24です」って言ったの、うん、でうちが25になるんですって言ったらうちのほうが年上になってたんだよ、ね、<laughs> なんかその,あの運営さんにね挨拶する時に聞かれた時にねなんか知らせ方がどうだったあ24ですとか言って <laughs> えっ あ私がそのあと二25ですとか言ってさ「うちが三年長ちみたいな数 <laughs> 3度目ぐらいしてえ,うん、うん、えな何で?」って言っててでもなんか血つが「違うでしょ」っていうのもなんか女の子としてなんか悪いかなと思って <laughs> なんか血つとか嫌がるかなと思って <laughs> じゃあなんか <laughs> うん、うん、若い順に年齢聞かれてたから普通に嫌だったから「うんう24です」って言ったうち多分その辺り17って言うべきだったんだね <laughs> 多分そしたらもう血つが <laughs> あれあれ 24でもみたいな見たかったけどちょっと素直に25になりますって答えちゃったんだけどまあ千夏はねにきちゃんトップとして言い方合ってるトップでもお姉さん全然さアイドルでもさえ最年少なのにリーダーとかやってるとこあるかもしれないじゃんそうだねだから非公開なんですじゃ非公開ですはいねえ非公開ですけども勢いが。 マシマシの、<laughs> そんなちなっちゃん、はいえー。今回、うちらのリーダー、高萩ちなつの誕生日当日ということで、こんな企画をお送りいたします。あ,<っ>ありがとう、高萩ちなつ。すごい <laughs> 伝えたい。すごいよ。あなたは、見つめるけど、<laughs> はい。ということで、にきちゃんはね、結成当初から、そんじょ歌わないでもらっていいですかすみません。にきちゃん、結成当初から支える親愛なる高木千夏へ、日頃の感謝の気持ちを込めて、今一度ありがとうを伝えていただきたいと思います。ということで、私たちがね、はい、今日、あみちゃんと家事がね、千夏ちゃんのありがとう選抜メンバーということで、はいはい、目を見て、しっかりと、あの、ありがとうをね、はい、伝えるってことなかなかないじゃないですか。なのでね、しっかりとここで、 じゃあ、どっちから行きますかうわ緊張しますじゃんけんとかにするいやでも、やっぱちょっとうん私から行かせていただいてもいいですかあ、どうぞドッキリ先行どうぞじゃあ、どうぞドキドキはいということで、え私が卒業旅みたいになるうわ、すげえなんだこれ卒業しないで、卒業しないでねはい、私が二千十九年に加入してから今日の日まで アプガニ,キニキちゃんのリーダーとして本当に素敵な姿をたくさん見せていただきました <laughs> 私はあまりこう部活動とか,なんか学生生活でこう先輩後輩とかそういうことをやる機会がほとんどなかったのでニキに入ってからそういった関係性とかを初めて気づき始めたのでこう私は3期生でどういう人なのかとか先輩方とどう接すればいいのかとか 本当にこう分からないことがいっぱいだったんですけどその中でも私はこうリーダーとしての立ち位置としてこうちなっちゃんさん高萩ちなつーリーダーさんに出会えたことが <laughs> 本当にこの人生ですごくラッキーなことだと思いましたラッキーちゃんですこう私の中でのリーダー像の理想というかこう今後の人生でもこういう方がこう上に立ってくださる 大人の方だったらいいなというようなこう強さと優しさと面白さすべてを秘めた素敵な方だといつも感謝の気持ちでいっぱいです。加入当初は私もまだまだ年齢的にもちょっと学生だったこともあってグループ内としての立ち位置は割と「あんあみちゃん!」今日も <laughs> 頑張ろうねみたいな感じだったんですけど時が経ってメンバーが変わっていく中でこう私もそろそろ成長しなくてはと思いつつもこう私の後にメンバーが加入していることはまだなかったので3期生としての立ち位置が難しいなと思ったんですけどそういう時もちなっちゃんさんが少しずつサポートしてくださってこう私にできることを少しずつ増やしてくださったおかげで。 いろいろな MC だったりライブ中でも自由に挑戦させていただけることが増えましたいつも周りのメンバーを見てその子がどうすればより輝けるのかと自分も大変な中で考えてくださってる <laughs> そんなちなっちゃんさんが本当に素敵だと思います、はいはい、私も少しでも感謝の気持ちをお届けできるようにこれからも精一杯活動していきたいと思っていますのでどうかこれからも。 こんな後輩ではありますが必死に成長していけるようにちなっちゃんさんの背中を見てたくましく成長していきたいと思います <laughs> 改めまして本日はお誕生日おめでとうございますそしていつもありがとうございます <laughs> 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 すごいなんか <laughs> 感動しましたすごいなんか <laughs> 結婚式のスピーチぐらいなかったでも、まあ、アミちゃんと言えばですから <laughs> いやなんか本当は <laughs> もうちょっと言いたいこといろいろあったんですけど、私は口からもう言いたいこと言ってる途中で思ったんです。しゃくやばいかも。わ <laughs> かるよ。でも伝えたいこといっぱいあるよね。結構要約、ね、しててもう悔しいぐらいです。うん、いやでも伝ったよ思いは。う私が伝わっちゃったらダメ。んチャンスから言えなさいね。チャンスからどうぞどうぞ。あうち感想。感想言いなさい。言いなさいよ。私が今感想言いそうだ。危なかった。 スピーチいただいていや本当にありがとうございますいありがとうございますもうそういう真面目なところが私は好きですよあ,ありがとうございます空白でした <laughs> 素敵いやそうなんかあのー、最初の頃の扱い方がすごいさ独特だったじゃん、うん、<laughs> 変だったよね <laughs> でも本当に赤ちゃんみたいで可愛かったの、うんね、すごい仲良しだったよねでもさすがにさもうアミちゃんも大人になって、ね、ちゃんとなんていうのしっかり あの頭の方もしっかり成長されたうそでもちゃんと私もそうちゃんと育った子にそんなことしてはならぬっていうのもあるのでなかなかできないんですけどアミちゃんはあの本当にしっかり大人になったなって思います。 あ嬉しいです,すいでも結構本当にグループ内で支えていただいたことがめちゃくちゃ多いと思ってて確かに、ね、こう千奈ち,ちゃんさん含め本当にみんなのおかげで少しずつ一人でやれることが増えてきたんじゃないかなと思っていて、うんうん、い,い,いや本当にかわいいなって。<laughs> 今日も肌綺麗って思いながら顔を見てしまいましたじゃあそれでは,はついカジが同期のカジちゃんがあ,<ー>ありがとう気持ちを込めて言いたいと思いますちなっちゃんへカジ <laughs> ですお元気ですかちなちゃんが誕生日を迎えて、はい、私はちなつの誕生日を見るのは7回目、ね ですか <laughs> <laughs> どっちんな,分かんない私は、はい、加入当初は学校にもまれ、うん、人間不信とかしたカジシマヘが加入してもうグループというものはあんまり信じてい,いなかったんですけどあんまりこう大人数みたいな。うん 誰かと一緒に過ごすみたいなのあんまりもうやんないぞっていう気持ちで <laughs> <laughs> すごい負けん気で入ってきてしまった私はもう本当にグループに馴染むのに時間がかかってしまいましたが私はちながいたから馴染めたかも馴染めてますか今ちょっと馴染めてると思うんですけどちなつがねいっぱいご飯,つれつご飯の食べる楽しさを教えてくれたり私ご飯食べるのが本当に嫌いで。 確かにご飯が本当に嫌いだったから、ね、で外食も嫌いだったし、うん、でもそれはもう一生治らないものだと思ってたんだけど <laughs> ちらつといっぱいご飯を食べるようになってちらつが美味しいって言って食べてるので私はご飯を食べるのが好きになりましたよかったねそれは本当に人生の中で本当にでかい私の中でこうみんなにとってはあんまり 大きいことで聞こえないと思うんだけど確かに私は外食ができるようになったのは千夏のおかげだなって思ってますそうなのそうだと思う <laughs> 本当にそうなのだと思う外<う>で食べれるようになったらは8キロぐらい太ったり1回したりとかもしてあの衣装を破れたりとかしたけど <laughs> 私はその食べる楽しさを教えてくれてすごく嬉しかったし外に連れ出してくれたのは千夏だなと思います まあ私は仲間というものができた強い女に慣れてきてるかなと思うので、これからもっと私が地熱を支えられるようになりたいと思います。弱々なカ島シマですが、これからもよろしくね。体調に気をつけて、<laughs> 体も心も元気でいてください。私が一番幸せを願っています。な <laughs> んで泣いちゃんだろう。以上です。地熱、ありがとう。 どう <laughs> なんだろう。うちの心を、えー、うちの言葉に重みがありましたか。<laughs> 感動させるってしまった楽しさ、いやいや感動じゃないのかな。<laughs> どうなんだろう。<laughs> いやでも面白くなっちゃった。いなんかその食事の楽しさとかも本当に一人の方の人生を変えてるわけじゃないですか。<laughs> そうそうこれは本当に思っててあんまり。 刺さるかわかんないんだけど私めっちゃ刺さりました刺<る>本当にすごいママが心配してたんだから私が外でご飯食べるの嫌いで何にも食べない子だったの <laughs> 人気になって食べれるようになりました普通にあのファミレスとかもそうですけどあの普通にみんなでご飯食べる機会とかいっぱい増えたじゃんあの時でも昔はそんな食べなかったと思うよもう食べだけでいいみたいな時全然あったし、うん、でも今すごい頼むもんねえてか <laughs>、うん あの、ネックラじゃなくなったよね。あかもかもかも。本当に暗くって、初期は。私、そのイメージ全然ないので。多分、入ってきてくれた時ちょめっちゃひねくれてるし、うん。あ、そうです間違いない。なんか、もまれちゃったんだよね、結構、学生生活で。そうそうそう。で、もう、本当とは、加入当初もメンバーと仲良くなる気なくって、もう結構、あの、閉ざしてた気がだったよね。浮いてたよね。そうそう。一人で結構浮いてて、なんか、 やばいかなと思ってたんだけどなんかすごいいい感じに馴染ませてくれたのは多分この人すごい <laughs> 感謝感謝確かにこの人一番人格変わったと思うもうママにも強くなったとか言われるし<ー>なんかね、ちょっとだけ人を信用、うん して動くようになったっていう感じかなちょっとねちょっとだねまだちょっとビビりが残っちゃってるけど <laughs> いやでもそういうのってやっぱ周りの人の雰囲気だったり性格だったりで変わってくるじゃないですか、うん、やっぱ周りに染まるって言いますねそうですねもうま,まさにそういうことだとありがとうございます思います<う>素敵感動した嬉しいありがとうでも周りに影響するのはめっちゃわかるほ、うん本<当> でちなっつも影響されそうだけどうちはされる側だったよちなっつそうだね、うん、うちがそのが真逆を言ってたから、うん、ちょっと柔らかくなったかもしれない人格としてそうだねうん少しはうんイエーイわすごいですということで最後にですねこちらの気持ちは私たちから十分伝わったと思うんですけど、はい、最後にちなっちゃん最後に今年の抱負をお願いします <laughs> ええー、今年の抱負は プライベートでいいかなもちろんです、うん、あでもいいで魚をさばくことでなんだよもうこのありがとうから魚さきですから <laughs> はい、はい、ちょっと挑戦していきたいかっこいいじゃんいろんなことに、うんうん、めっちゃ素敵でかなんか去年は自分で挑戦しようって思ったことをこう少しずつやって継続するみたいなのを大切にしたのあー、うん、大事そうで、それがすごいなんか継続して良かったな ってなる結果が結構多かったので、まあ、継続は力なりということで。うんうん、挑戦していくことを継続したいなって思うんですけど。ちょっとできないことってよりは、やったことないことをやりたいなっていう感じ。なんで、っちいいね、うん、魚をさばきたいです、ね。いいね、食べさせてくれるんですか?。さばきたい魚なんてあるんですか?。<laughs> 違うんですか?結構。あるのかえ、でも、ない白身魚の。 刺身とかはちゃんとやっていけるようになりたいはい。今年もチラちゃん、応援してますえ誰と。一緒に頑張ろうみたいな。リスナーの思いを今、私が言ったけ応援してます。以上、ありがとう。高橋千奈津でした。それではここで1曲です。私が曲売りしちゃっていいですかいいよ。私が大好きな曲をここで送りたいと思います。チャックイチちゃんのその曲で。未来のあいつです。 FM 富士、ガールズガールズガールズ、フライングハイ、アップアップガールズ、カッコ2期、二ノンストーキング。 第53回そろそろお別れのお時間です。最後に、にきちゃんからのお知らせです。はい、にきちゃん夏たくさんフェスに出させていただきます。7月6日、超夏染め2024。こちら幕張の私のね、地元の千葉県でのライブがございます。<ー>そしてフェスで言いますと、8月2日から4日に行われる T 二2024にも出演させていただきます。他にもたくさん決まってきましたね。夏フェス。皆さんぜひね、えー、チェックして遊びに来てください。えー、いそしてですね、私たち のがっつりとした、はい、イベントですね7月7日、はいえー、こちらですね東京女子プロレスさんと「アップアップガールズ」2期のコラボイベントが決定いたしました<お>、えー、こちら上野恩賜公園野外ステージにて「アップアップ TJPW」2期2期、えー、ちゃんと一緒に「七夕祭」りというね屋外での「 戦ったり、歌ったり、踊ったりのもう最高なお水があったりとかね。お水かけらなるの嬉しい。超お気軽に。え、楽しみ、ね、公演なのでね。いはい、そしてですね、7月15日日曜日です。アップアップガールズカッフェス、えー、私たちのアップアップガールズメンバー全員が出演する大きなフェスでございます。<わ>ビーツ渋谷にて皆さんお気軽にお待ちしております。ここでしか見れない曲だったり、メンバーだったり、ユニットだったり、たくさん盛りだくさんでお送りいたします。そして8月12日、 月曜日祝日でございます。アップアップガールズかっこ二期ニキちゃんの夏は終わらないイン表参道グラウンドということで単独ライブが決定いたしました。もうソールドアウト私たちはこれ目指していますので、はい、ぜひ、えー、チケットゲットしてニキちゃんに会いに来てください。そして、えー、ここからもずっとですねニナシトーキング出身ですの方も募集しております。うん、ぜひ、ね、特典会とかでラジオ聞いてきました。 えこの言葉を聞けるのを楽しみに頑張ってまいりますので、<laughs> いい FM 富士をお聞きの皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。その他、詳しい情報は、アップアップガールズかっこにきにきちゃんの公式サイトや SNS をチェックしてください。そして、番組ではあなたからのメールもお待ちしています。私たちへの質問、相談、番組の感想などを気軽に送ってください。メールアドレスは u、u u g 数字の u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  f m 富士 j p です。 X でポストしていただくときのハッシュタグはハッシュタグにのあしトーキング漢字でにのあしカタカナでトーキングでお願いしますということでアップアップガールスかっこ2期にのあしトーキング今夜のお相手は高萩千夏梶島あやにくらあみ私たちニキちゃんでした,で,したではまた来週もこの時間ににのあしトーキングしましょうバイバーイ